いや、あのですね、今ちょっとショックなことが起きまして、今ですね、ちょっと歩いて帰ってたんですよ。で、まあこうやってパーって帰ってて、ここ、うちのマンションのゴミ箱なんですけど、最近なんかカラスにちょっと荒らされまして、数日前にね、この裏側、こっち見たんですよ。こっち見た時にも、最近本当に荒らされて、てるんですよ。で、これ見た時にうわ荒らされてるなーって感じで確認したんですけど、これもやしの袋があるんですけど、こんなの俺買ってないから多分他の住民の人のゴミが荒らされたんだなーって思ってたんですよ。でね、今ね、それ数日前に見たんですけど、今日ね、これなんか俺見覚えあって、このティッシュと、あとこれエビブロッコリー、俺これ食ったなって思ったんですよ。あとトランプのカードが散らばってるの分かりますかね。トランプのカード散らばってってるじゃないですか。いや、これ多分俺のゴミなんすよね。これどうしよう、個人情報落ちてたら嫌だな。まあ見ての通りあんな感じなんすよね。あんな感じで汚れてまして、見事に荒らされてるね。で、これは俺のゴミじゃないんですよ。でもこっち多分こっちは多分俺のなんですよ。ここが俺ので、この辛ラーメン、これは俺食べてないので、なんかね、多分ね3袋ぐらいやられてる気がする。ゴミさ、こうやって片付けてるとさ、他の家の人たちが何食ってんのかとか分かっちゃう。知りたくないのに知っちゃうわ。え、こんなの食ってんだ。あとはこっちもやってきます。こっちは本当知らない人のゴミだな。めっちゃどっさりの髪の毛あんだけど。まあ、ここのですね、ゴミ捨てはね、一応こんな感じで柵あるんですよ。こんな感じでロックかかってるんですけれども、多分カラスはこの隙間からツンツンツンってつついて引っ張り出して、バーって引っ張ってここゴミバラバラにしたみたいな、荒らしたみたいな感じだと思うんですけど、この中入れてるのにつついて出してくるのはマジでどうしようもねえもんな。いや、俺も入れてたんですよゴミで、この中に入れててやられたんで、はい、まあそんな感じで、一応ちょっとね、ゴミちょっと集めといたんで、次カラス来たら追いかけ回したいと思います。カラス来ました、カラス来ました、カラス来ました、カラス来ました。ちょっと待って、カラス来たんだけど、早速あそこのさ、ゴミ袋入れたら途端に来た、カラス。あれ今いたんだけどな、カラス。うわ、逃げやがった。今ほんと来たんだよな。